ジェーン台風は1950年9月に主に強風により近畿地方や四国地方などに大きな被害をもたらした台風である。震度図1950年8月30日、伊王島の南西海上で台風28号が発生。当時の日本はアメリカの占領下にあり、気象業務も米軍と共同で行われていたため番号ではなくアメリカ式に ジェーン台風と呼ばれた。1950年は断交期を中心に台風の発生緯度が比較的高く、ジェーン台風も高緯度で発生している。最盛期は中心気圧940ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートルであった。台風は9月3日10時に徳島県日和佐町付近に上陸した。その後、台風は淡路島付近を通過し、 12時ごろ、神戸市タルミ区付近に再上陸した。その後、若狭湾へ抜け、日本海へ進み、9月4日4時ごろ、北海道大島半島南端に再上陸した。台風は北海道を縦断し、おほうつく海へ抜けた。JR 浜ヶ崎駅南口に立つ室戸台風と、JN 台風での高潮水位を示す表示。JN 台風時の水位として、 OP プラス4.30メートルを示している。台風による影響は、降水による影響よりも、強風による影響の方が大きかった。四国、紀伊半島の沿岸では、秒速35メートルの暴風が吹いた。また、近畿、北陸、東海では、秒速30メートルの暴風が吹いた。和歌山では、最大風速秒速36.5メートル。 最大瞬間風速秒速47.2メートルを記録した。神戸海洋気象台でも最大瞬間風速秒速40メートル以上となったが、計測器の破損により一時結束となった。大阪湾では台風の強風による吹き寄せで高潮が発生し、船舶に被害が出たり多くの家屋が浸水したりした。和歌山県三ノ島町では、辰が 浜漁港から出漁した漁船が台風に遭遇。13隻が流出、3隻が沈没、21隻が破損。100人以上が行方不明となった。ありがとうございます。